いや、まずは早く起きるっていうのが一番のミッション、ミッションっていうか、まあ朝強い方なんですけど、今日は6時ぐらいに起きてて、やっぱ6時に起きると2時間暇ができるじゃないですか。夜僕めちゃくちゃ弱いんですよ。で、夜弱いから結構家帰ってきたらなんか何もしないで寝ちゃうみたいな感じがあって、だから朝無理やり時間作んないとなんか掃除もできないし、頭使えないですよね夜。だからなんか結構朝ひたすらなんか頭使ったりとか YouTube やったりとかしてます。まあもうちょっと SD とかさせてるんですけど、こんな感じですね僕の日常は。結構で、まぁ、ちょっと昨日サバゲーハマりすぎて、でも YouTube でサバゲーばっか見るみたいで、今なんかこうこの前物件見に行ってきてて、こんな感じで代官山のお店、物件がね、内見行ってきて、まあ、こんな感じでちょっと動画撮って、でなんかこう時間徒歩何分で着くかみたいな撮ってきました。でもこうタイマー入れ込んで、この時間結構重要だから、でまあ新店舗実際歩いたんですけど、これ1分ぐらいで、まあ1分4秒だいたい1分みたいな。でも動画って本当なんかこう失敗見えちゃうじゃないですか、写真と比べて。だからなんか YouTube で伸びてる人って意外と本物だなって思うこと多いっすね。なんか写真はいくらでもなんか結構、まあ写真も画角とか編集の仕方とかセンスあるっすけど、やっぱテクニックに関してはやっぱ動画出せる人間が強いなとか、あとセミナーちゃんとやってる人とか、なんか売り上げはめちゃくちゃ高いけどセミナーやってない人とかはまあサロンワークでお金稼げてるからいいかもしれないですけど、やっぱテクニック的な部分はやっぱセミナーやってる人っていうのはもうこんな至近距離で見られるじゃないですか。そういうプレッシャーとかやっぱまた違うっすよね。難しいところなんですけど、経営者もやりつつ一番トップでサロンワークもやってるじゃないですか。だからなんか少しはいい家住んどかないとスタッフが憧れないというか、なんかあ自分も頑張ろうみたいな感じにならないから、そこはなんか多少でもそういうお金の使い方はいいのかなみたいな。仮装全部終わっちゃった状態で出てくるんで、もう畳むだけなんで、なんかこういう時間を変えるじゃないですか。でまあ1時間僕はやらないって考えたら、毎日1時間分時間が浮くんで、まあそこを美容師頑張ればいいかなっていう感じで買いました。お金を払えば洗濯機買って1時間2時間結局乾燥できちゃうから、別に洗濯回しっぱなしでいいじゃないですか。普通の人って洗濯物があるから1時間で戻りますとか、なんかその時間無駄だし、結局そこ張り付いてる必要なくなるから2時間ぐらい買えるし、あとタクシーとかも結構乗っちゃうんすけど、タクシーもなんか10分20分でもショートカットできるって、まあそれはなんかその移動を買ってるってよりかはその時間を買ってたりとか、だからやっぱ結局お金も大切だし、お金でまあ時間買えるし、まあでも時間もまあ時は金なりと金は時なりが一緒かな、まあ、イコール結構イコールに近いと思ってるんで、まあどっちも大事なんで。物買うときそうっすね、なんかどんぐらい時間が使われてて、それを分割化するじゃないですか。だから洗濯機とか僕毎日するんで、フットサルとかで毎日するって考えると、まあ1年間で365時間じゃないですか。でまあ時給1000円だとしたら36万も洗濯機しないっすよねみたいな。で洗濯機1年で壊れないって考えると、その投資は僕からするとめちゃくちゃ安い。採用試験やってても本当結構きっかり割れるんですよ、受かる人と受かんない人みたいなとかも。結局、まあ、僕が選んだ子たちだからきっと視点一緒なんですよね、波長が一緒というか、だから結局割れるんだろうなとか。あとはまあチーム選びとかフットサルの
チーム選びとか、あと人選びっすよね。だからなんかそういう人の判断とかは結構優れてるなと思うっすね。あと面白いことがあって、中東をたまに撮ってたんですけど、僕が微妙だなと思った子でも、スタッフがこの子入れたいってなった子を何回か雇ったことあるんですよ。全員辞めました。いや、なんでなんすかね。でもなんか結構一発会うと、あー、この人合いそうだな、合わなさそうだなはあるっすね。実家にいる時に、まあ、母親も、まあ、自称霊感がある、僕も自称霊感があるで、親父が1ミリもないんですよ。母親と僕で、あそこになんかいるねみたいな、で親父に言っても親父は見えないみたいな、その3つの確認があると、あ、これはお化けだってなるんですねっていう感じで、なんか親父には見えないものが僕ら2人は見えてるみたいな感じですね。なんかそれのせいか、直感で選ぶときに、おそらくそういう第六感的なのがサポートしてくれてんじゃないかなと思ってますけど、思ってるんですよ自分では。けどこれを言うと頭おかしいなこいつって思われそうだから、あんまなんか、うわめっちゃ僕お化け見えるんでとか言わないようにしてるし、一人でお化け見たときは黙ってます。すごいどうせ暇な時間があるんだったら練習してた方がいいよねとか思う人なんで、だからなんか当日にスタイリストの予約がそんなに入ってなかったら、この時間帯モデルワーク増やして入れていいよとかやったりとか、無駄な時間を極力なくすようにはしてますね。プラ材がなんかちゃんとしまわれてなかったり、次からは準備からカメラとか全部そんぐらいです。この前、あのオフラインアカデミーでカットをやった、僕が展示したやつをあの1年目の子たち、まあ、全員なんですけど切ったんで、それを提出させてます、毎回。膨らんでるの分かる？こんぐらい押さえる、押さえた上に重なってくるから、なんかより一層うまくないですか。1年目っすよ、1年目でこれ、てかまだ 2,3 ヶ月しかやってない。なんかうまいんすよ普通に。でまあ学生のうちからうちのアカデミー全員通ってたんで、まあ必然的にうまくなるんですけど。割といいんじゃない。右だとちょっと取りすぎで、左だとちょっと重すぎ。わかる？これ自信は？これ何？何これ、これちょ自分でやってみて。どうやって切ったの？後ろに立って、ああ上から切り始めた。いや違います、下から切って。どうやって切ったの？最初に。じゃあやって、こっち切って、こっち切ってみて。オンベースに出して、そんな切り方したの？一番最初はオンベースに出して。お、それはオンベースなの？あ、はい、オンベースに出して、え、今濡らして切っていいよ、俺の目の前で。自己流あんま入れない方がいいよ。はい、セクションきれいに取る。覚えてないでしょ、ぶっちゃけ。あ、ちょっと覚えてないところもありました。だからじゃあもうこれとりあえずいいから、はい、動画見てまず切り方ちゃんと覚えたりとか、セクションの取り方見たりとかやって、もう一回切り直して、はい、できてないから、はい、終わり。ありがとうございます、頑張れ。はい、タイガー、はい。
まあ、スタッフのレベルには差がありますね。多少。時間無駄じゃん。今だって空いてるんでしょ。ね、今忙しいの。何やってるの。だからそれやってる日もあるんだったら見れるじゃん。はい、なんで見ないの。あ、見ます。いや、なんで見なかったの。いや、見ていいのかなみたいな。なんでそれはやっていいのに見てダメなの。はい。大島。はい。こんないらないからね。はい。アシスタント1年目の伊藤流星です。言語化してくれて、なんか下の子をしっかりと成長させてくれるところとか、圧倒的 なんか技術力とか圧倒されてます。合わせちゃって3。なんでイギリス行ったのとかも言われるんですけど、こうまあとりあえず僕昔日本一カットうまいって兄に言われたところを受けて、で受かって、でまあ日本一見ましたってなった時に、世界一みたいなみたいな感じで、もうこうやっぱり基本的になんか美容師やるってなったら日本カットがうまいとことか、自分よりうまい人たちとか、まあ、日本で一番とか世界で一番っていう環境を見たくなっちゃうし、見たらでも体験したくなっちゃう。自分の限界を知りたいっていう、ハンマーバキのセリフ分かりますか。負けを知りたいみたいな、敗北を知りたいですね。そうだから、なんか自分のレベルがどこなんだろうって分かんないんですよ、限界までいかないと。だから美容もなんか今自分がどのぐらいの位置なのかなみたいな。でまあ、業界誌取り上げてくださってる方とかもいるから、まあきっと日本の美容業界の1000人ぐらいの中にはきっと入ってると思うんですよ、トップの名前認知度とかで。それこそサスンのカットコンテストとかは毎年出てて、22歳の時に全国2位で、23で4位、24で1位、25で1位かな、確か。だからサスンのカット自体はそのコンテストだけで言えば別に日本で5番以内には、サスンカットのコンテスト出てる人たちの中では日本で5番以内には絶対うまい自信あるんですよ。全国5位以下取ったことないんで。でまあ2連覇してやめちゃってるんで、まあ、実質まあほぼ2連覇した人もいないんで1位ぐらいな感じじゃないですか。でもこれはもう、まあ、また今度出たいとは思ってますけど、まあ、現段階ではそういうのがあって、では次はフットサル、もう今自分がどのレベルなんだろうって言っても結局今4部だし、でも4部だったら意外となんかまだいけるなっていう感じはあるんで、とりあえず1部行ってみて、まあ無理だったら無理だし、でも無理って思える環境に出会いたいなっていう、なんか仕事じゃないっすけど。でフットサルもそうで、まあ最近サバゲーも始めたんで、サバゲーもちょっと無理なとこまで行ってみたいなとか思いますし、なんか自分が やってきたこと自体全てがなんか一番トップまで見てみたいっていうのはあるっすね。で駅も一緒じゃない。お願いします。2年目のアシスタントの小原隼です。普段の営業中もなんか怒られてもそんな引きずらないっていうか、その場でしっかり怒ってあとはもう切り替えるんで、狭い店なんでなんかそういう引きずるとかそういうのがあると全体的に営業がどんよりしちゃうので、そういうのもうちの店全体でそういうのはないから、そういうところは尊敬します。まあアシスタントをやってます、中野修也です。カットもできて、カラーもできて、それこそなんか篤さんとかは宿毛矯正とかもその美容師の仕事でできない仕事がないぐらいに、なんか全ての仕事に対して全力でやってるので、
なんかそういうところはやっぱり尊敬できるところですし、好きなところです。ね、これね。